こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションパンデーロ編。この動画では前回に引き続きパンデーロでのリズムの刻み方について解説します。前回やった基本のリズムの刻み方、これに今回アクセントやバリエーションをつけてより音楽的なリズムを刻めるようにします。まずはアクセントの付け方について解説します。前回はこちらの叩く方の手だけでとリズムを刻んでいたんですけれども、いよいよこれにこちらの持ってる手の回転させる動きを組み合わせます。アクセント、つまり強調する音を叩く場合、叩く動きに合わせてパンデイロを回転させて当てに行ってあげます。親指の付け根で叩く場合、パンデイロを、こっち方向に回転させてこのように当てます。指先で叩く場合はパンデイロをこの方向に回転させて当ててあげます。交互にやるとパンデーロを振らずに叩いていた時よりも回転させた時の方がこのプラチネーラが鳴るというのとよりヒットのインパクトが大きくなるので、これでアクセントをつけることができます。ではこのアクセントになれるためにしばらく一緒に練習してみましょう。親指の付け根の方からスタートして1、2、3、4、1、2、3、4と全部アクセントをつけて演奏します。では行きます。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー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 、ワン、では倍の速さでやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、ツー、スリー、フォー。戻ります。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、倍の速さ。ワン、ツー。半分。倍の速さ。では次はアクセントをつける位置をいろいろと移動させてみます。まずは、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーのワンにだけアクセントをつけます。ワン、親指の付け根でヒットする瞬間だけパンデイロを回転させて煽ってあげる。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、ツー、スリー、フォー。ポイントとしては、ワン、ツー、スリー、フォーのタイミングで、パンデイロを少し回転させて、助走を取ってあげると、ワンの時にちょうどいいタイミングでアクセントを打つことができます。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、同じ要領で2、3、4にもそれぞれアクセントをつけてみます。
フォーファクキ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 それでは1、2、3、4の、アクセントを4回ずつ順番に、演奏してアクセント移動をやってみます。せーの。というアクセントを。3のアクセントを。4のアクセントを1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1のアクセントを1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1というのアクセントを1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、3のアクセントを1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、4のアクセントを1、2、3、4、1、2、3、4、これができるようになりますと、あとはもう自分が好きな位置にアクセントを入れてですね、リズムに抑揚をつけることができるようになります。はい、最後に少し間引いたリズムの刻み方を紹介します。今まで、こう、タタ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 と、細かく全ての音を刻んでいたんですけれども、これを少し減らしてこのように刻んでみます。 1,2,3,4 で言うと2を間引いた、まあ、つまり休符にしたパターンですね。 1,2,3,4,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 
親指付け根の方から始めて1、2、3、4と打ったら、2周目はですね、今度指先からになります。1、2、3、4で、また付け根側になって、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、こう交互に打っていくんですけれども、間隔はタッタタタッタタと、間引いたパターンになります。一緒にやってみましょう。ワン、トゥ、せーの。ではこれにアクセントをつけていきます。回転させる動きとしては、ワン、トゥ、スリー、フォー、ワン。2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4となりまして、こっちの手の動きと合わせて1、2、3、4、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 1、
と、まあこんな感じで、こう全部刻もうとするとなかなか早くて大変なんですけれども、まあ弾くことによって、速いテンポでも楽に演奏することができるようになります。はい。というわけで、前回に引き続き、パンデーロのリズムの刻み方について解説しました。少し難しめの内容だったので、いきなりはですね、できないものがあったと思います。ゆっくりからでいいので、着実に練習して、少しずつできることを増やして、ステップアップしていきましょう。こんな感じで、パーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければ、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。